セブンスアニバーサリー1日限定プレイ放題やっていきましょう。続いて本当にわからないキャラが出てきた。プリンセスと魔法のキスっていう映画、そもそも存在をすいません知らないっていう超失礼なところなんですけど、ティアナっていうのも多分これがじゃあプリンセスなんだろうなって思ったんですけど、最初見た時ね、あのメイドさんかな、やばいな、この作品好きっていう人からしたらもうなんかフルボッコの対象にされそうな気がするんですけど、ほんとね、あの分からない作品が出てきた時に何を喋りながらこうツムやっていこうかっていうか、そもそもツムツムってこんなベラベラ喋りながらやるもんなんですかってことなんですけど、もうお前黙ってやれよって思われたら、あ、帰る、チューしてる、え、さっき、あ、だって白雪姫ってさ、白雪姫ってさ、毒リンゴ食べてさ、永遠の眠りについちゃうじゃん。でも、王子様のキスによって目覚めるわけじゃん。なのに、つむつむ状でチューしない、めっちゃもどかしい、チューしてるで。お前はチューすんのかよ。いいなぁ、いいなって何かって話なんだけど。チューしてる。すげえ。すごい。何がすごいんだ。もう、なんかもう、むちゃくちゃなこと言ってる気がするわ。ただ、ありがとう。スターボムいつの間にか1個出してくれた。あ、スターボムだ。くそ。でもね、今もう何回目やってるかわからないんですけど、とりあえずね、もうなんか20回ぐらいつもやってるのに、なんかもうな、ほぼ休みなくやってっから、いろいろとなんか狂ってきて、コイン、ほい、ほい。ね、もう、頑張ってやっていきましょうよ。ね、すべてのね、ツムがどんなもんかっていうのをね、皆さんに紹介しながらやっていこうと思ってるんでね。はい、はい、続いて。ぴょん、ぴょん。え、なに？二人ともカエルだったのが人間に変身する？逆か。んなわけないわな。だったらカエルのままでいいじゃんってなるもんな。もともと人間だった二人が、もともと人間だった二人が何らかの魔法か何かにかけられてカエルになっちゃったのを戻って喜びで祝福でチューしてるっていう、そんな感じですかね。なんかすげえ安っぽい映画の見方みたいな感じですね。違う違う、本当は素晴らしい作品だと思いますんで、皆さんぜひ見てくださいね。あの魔法とプリン、魔法、え、プリンセスと魔法のキス、すごくいい作品なんでぜひ見てください。何の説得力もねえや。とりあえずありがたいことにスターボムがなんとね2個も出てくれましたんで、あと5個頑張って時間内にクリアしていこうと思います。お疲れ様でした。